はい久保さんこんばんは気になる男ですね気になる男第86話でございます第86話でございますさあ今回はですね新しい稼ぎ方で生きていくみたいな話し方を話し方でね話をしていこうかなと思うんですけどま前回ですね稼いで守れと愛する家族をね稼ぎで守りましょうっていうね話をして いただいたんじゃないかなと思うんですけど。ここ最近の気になる男シリーズは稼ぎ手の責任ですね。この稼ぎとして稼ぎ手としての責任の話を。に、この何回かにわたってずっとしてるんですけど。本当に稼ぐっていうところに、しっかりフォーカスしてやっていこうとまあ稼ぎ。手は一体誰なんでしょうか？と。 支えててななんんでですすかかそれとも稼ぎ手なんですかっていうどちらに所属してますかとその分担役割は曖昧になっていませんかと、えー、稼ぎ手として、えー、稼ぐんであればその責任をしっかり全うしましょうねみたいな話をずっとしてきたのかなとは、まあ、思うんですけども1円も稼げずに1日が終わることのないようにと。 1>, 1円も稼げずに1日が終わることのないようにしっかり努力していきましょうと稼ぐということにエネルギーを注いでいくと注いでいくそしてお金を稼ぐことに純粋に取り組んでいくと、まあ、いうことをしっかり心に留めながらやっていくそれはやっぱり先延ばしせずに今を一生懸命やると先延ばしせずに今を一生懸命やるこれをやることで稼い あ稼ぐっていうことに対して、より結果が出やすいし、出していくことにつながるんじゃないかとは思うんですけど、今日ですね、ちょっと今日一人のお一人の方とご縁がありました。これはっか塾の方だとは思うんですけど、久保さんの朝の動画あのところで、この海外への和菓子の販売について、 悩んでいる方がいると、まあ、作業員を募集してるっていうお話がありましたのでえ、ちょっとその方とコンタクトを取らせていただきました。久保さんを通してですね、まあ、久保さんに連絡先を教えていただいて、まあ、その方と、そっか塾の方とお話ししたんですけども、今回のその、この和菓子の販売についての話、え詳しく聞いてみると、まあ、ここ久保さんも 動画でで言ってたんですけど、まあ、英語の動画編集ができる方だったら EC サイトの運営アクセスアップのできる方っていうところの募集をしていたんですけど、まあ、そも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 なぜこの募集をしていたのっていうところをちょっとお聞きしたところですね、えー、集客に悩んでるんだと和菓子を販売するところはもうその仕組みはできてるんだけどもどうやって外国人向けに その商品を届けるんだっていうところに悩みがあったようでまあでそれをね YouTube で実現したいんだっていうところだったんで、まあ、YouTube で集客に悩みだとで自分でちょっとやり方が分かんないどうすればいいんだろうっていうところでじゃあ誰かやってくれませんかとうーんどんな提案何か提案をしていただいてやっていくみたいなねことのお話だったので ちょっといろいろお話し,したんですね。まあ、ありとあらゆる策をちょっと考えてみて、まあ、結,果結果3時間ぐらい話したんですよね。ズームって無料だと。ズームでお話ししたんですけどその40分しか無料の40分の枠しかないんで。 切切切れれ、ま、れててててままたたてっていうね40分を3セットかな4セットちょっと3回か4回かもちょっとだいぶ、まあ、最後分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、そうやってこう切れるたんびにこういろいろこれこれがいいのかねあれがいいのかねっていう話をして、まあ、最終的に要は人にやっぱり集客を頼むとどうしてもその分ってお金かかってきちゃうのでなんとかやれることはないかねってお話ししたところで、まあ、参考になる。 サイト、まあ、YouTube があったんで、まあ、それを見つけたと単純に、まあ、こんな感じですね、えー、海外のお菓子を販売していると、まあ、これ日本のお菓子の、あ、違う、日本のお菓子、日本の和菓子をえ海外の人に紹介するっていうところだったんですけど、これはその、桜マカロンですね、桜マカロン、まあ、マカロンですね、日本のおいしい和菓子を、この、 シ、so、ャクラマカロインジャパニンズソーグッドって紹介してるショート動画だったり、その右の方ですね、The Best Japanese Donuts c a r o i n Sakura っていうやつですね。まあ、ドーナツを紹介してるんですけど、こういうショート動画があって、まあ、これ結構回ってたんですね。だからこういう形でこうやってみれば集客できるんじゃないですかみたいな。あ、で、これならできますねみたいな話をして、まあ、これにたどり着くまでに、まあ、結構ね、いろんなお話をしたんですけど、 まあそうやってその人に頼まなくても自分でできるやり方があればそれは自分で本当はやりたいと正しいそのやり方だったり、えーえー、じやっぱりそんなに集客にも時間他のこともやってますから集客に時間もかけれないとどうしたらいいんだろうっていうところをずっと悩んでたようなんですけども、まあ、これなら取れると、まあ、単純に YouTube のショートで、えー、それも結構その今回の お話しした方は外食を結構するからその時にその外食した時にまあ和菓子なりんなりお店なりを取ってショートであげることって可能,可能ですよとかいう話をしてたんで「あじゃあこのやり方でよくないですか?」っていう話ででこれで徐々に徐々に YouTube で認知を広めていってそして最終的に。 和菓子を販売するっていうところに持っていくっていうね、いうつながりができるんじゃないですか、みたいなお話をして、ああ、これで、あじゃあこれのはできそうだっていうことですね。その、結局はこのコツコツやるしかないんですけどね、コツコツ、まあ自分で、まあ自分で YouTube 集客をその始めてみるっていうところに、どう、どうどうアプローチしていいかわからないっていうのが今回のお悩み、お悩みだったので、まあそれが、なんとなくこう、がついたと。 だからこうやってイメージがあればいいんですよね。あこうやればいいんだと。あこれならできそうだみたいなもういい。これを動画で撮ってインスタに流し、インスタにも流すし、YouTube にも流すしっていう、この両方にレバーチをかけながらやっ,てやってみるみたいな。まあ結局同じ動画ですからね。そうやってそこでこう、いろいろ集客に向かって走っていくっていうことをや,れやってみようかなっていうお話されたんで、まあ、そこでなんとなく今回の問題に対して、まあ要はその、 誰かやってほしいっていう依頼だったんだけどあいやこれ自分でできるなみたいなねこれなら自分でできるなみたいなねいうところがあったのであ本当にいろいろお話できてよかったなっていうところだったんですけどやっぱりその YouTube をやることによってまあ集客のツールにもなるしまあ自分でお金を稼ぐね広告収入で稼ぐもいいですし自分で情報発信して商品を売るでもいいですし本当にいろんな使い方があるまあ 今回のタイトルにも付けさせていただいた新しい稼ぎ方っていうので、まあ、生きていくことができるんじゃないかなと思いますので、ね、本当にこの YouTube を、まあ、言うたらガチですねガチでやっていくと本当にこうやってねそっか熟成の誰かのための相談に乗ったりすることもできたりするので本当に今回はいいご縁をいただいたなということでまたなんかねわかんないことがあったら 聞いいいてもいいですかっていうことだったんでああ全然いいですよっていうお話をして和やかにその打ち合わせ終わることができたんですけど本当にそうやって YouTube をしっかりやってできるようになればそうやって誰かのために、まあ、アドバイスっていうぐらいアドバイスっていうほどじゃないですけど、まあ、こんな感じでできるんじゃないですかっていう。 アイデアは出せたりすると思うんで、まあそういうことが人の、誰かの人にね、役に立つこともできると思いますんでね、YouTube っていうのはぜひやってみるとすごくいいんじゃないかなと思いましたね。本当に今回はすごく、ああやっててよかったなと思いましたね。まあ自分にとってはすごく当たり前のことだったんですけど、その他の人からしたら、あすごいですねっていうことだったんで、ああ、よかったなっていうところでしたね。はい。まあということで今ね、えー、この今回、 前回かな前回っていうか、お昨日、おととい、火曜日でしたっけえー、っと、久保さんとズームライブやらせていただいたんですけどね、その最後にこの30日間体験 YouTuber っていうところのプログラムのちょっとお話をさせていただいたんですけど、あと、問い合わせいただいた方からね、えー、私やりますっていうね、 方も出てきてきいいただいただんでね本当にありがたい自分もこうやって新しいご縁をいただいたなと、まあ、今日のこうやってズーム対談ズームの打ち合わせとは別にねこうやって今度は自分の塾に入ってちょっと頑張ろうかなっていう方もいたんで本当にいろんな今ご縁をいただいてるなと思いましたんでねもしその YouTube やりたいって方はまたお声い,いただいていただければねいろいろお話しますんでねそこで納得した上で こう体験、YouTuber プログラムに参加するっていう形で、まあ、いいんじゃないかなとは思ったりいたしますね。はい、ということで、もう自分でね、その新しい稼ぎ方、今までの既存の会社だけではなくて、YouTube というツール、動画を視聴するツールではなくて、動画を発信していくツールとして、新しい使い方をして、新しい稼ぎ方を手に入れる、これをやってみると非常にいいんじゃないかなと思いますしね。気になる男ではそういうことがね、できる。 っていうことを何度もお伝えしていますのでね、本当に YouTube に興味ある方は、まあ、体験してみると非常にいいんじゃないかなとは思ったりもしましたね。はい、ということで、気になる男第86話ですね、新しい稼ぎ方を見つけて、新しい稼ぎ方に挑戦してですね、新し,新しい稼ぎ方に挑戦して、そして新しい生き方を見つけていく、新しい生き,生き方で生きていこうとする、そういうことっていうのをやれる。 チャンスは目の前にありますのでね。あとはそれを掴みとく、掴み取るだけなのかなと思ったりもいたします。はい。ということで、気になる男第86話、ここで終わろうと思います。続いて、続いて、えー、お次、お次は、ちょっとおかしいですね。まあ、ともかく久保さん、第87話、よろしくお願いいたします。はい。ということで、ここまでは、覆面 YouTuber タでした。ありがとうございました。